それではですね、ここで現在開催中のミス日本浴衣女子2024選考オーディションのエントリー者に登場していただきたいと思います。それでは皆さんどうぞ。いらっしゃい。はい。わー、カラフル、綺麗、かわいい。いいですね。はい、皆さんこんばんは。ありがとうございます。改めましてこの方々がですね、現在開催中のオーディションミス日本浴衣女子2024にエントリーしている方々で、7月4日集計時点で上位にランクインされている4名でございます。あ、すごい、すごい。上位4名、7月4日時点で素晴らしい。すごいですね。はい、ということなんですけれども、はい、はい、口石さんと吉田さんも、はい、なんかこの浴衣オーディションの出身だと伺ったんですけれども、はい、そうなんですよ。私たちは今彼女たちが頑張ってるオーディションじゃなくて、はい、前のオーディション、ミス日本の浴衣というオーディションをやって、はいはいはい、そちらの、受賞者なんです。あ、なるほど、はい、全く同じではないってことですね。全く同じ、はいはいはい、なるほどなるほど、はい、うん、で私たちが受賞したそのミス日本の浴衣のオーディションは、はい、まあ、その主催団体さんのちょっと都合もありまして、はい、2022年でちょっと終わってしまったんですけど、なるほど、うん、はい、この2023年からはこのステージの名前にもある NPO 団体日本和服文化協議会がオーディション部門を引き継ぐという形になりました。なるほど、はい、そういうことなんですね、はい、そうです、そうです、はい、まあ、私たちが今までそういう風に着物だったり浴衣だったりいろいろ着せてもらったように、まあ、普段だとねこういうなんか日本橋にいっぱいこう展開しているお店のアパレルさんの着ることが少ないじゃないですか、はいはい、まあ、彼女たちもこういう機会を通してたくさんなんか、うん、いっぱい経験してもらっていくといいなと思います。なるほど、そうですね。まあ言ったら先輩ですもんね、お二人はね、こういう方のね、はいはい、なんかそうでもないみたいな、はい、はいみたいな感じになってたけど、いやいやいや、めっちゃ先輩です、めっちゃ先輩です、ね、先輩です。さあ、ということで、まあ、予選ラウンドの投票が明日までということなんでね、はい、皆さん最後まで全力を尽くして戦っていただければなと思います。はい、はい、それではここでですね、4名の皆様に、自己紹介をしていただきたいと思います。はい、はい、まずは、花宮さん。はい、はい、それでは、まあ、自己 PR というか自己紹介、はい、よろしくお願いします。皆さんこんばんは、花宮あゆと申します。ミス日本浴衣女子、に参加させていただいております。頑張れ。私はイコールラブのが好きで、佐々木舞香ちゃんがアンバサダーをしていた競技人アワードというみくちゃんのイベントに参加させていただいてまして、それでファイナリストという称号をいただきました。それ以来浴衣や着物が、とても大好きになったので、今回もまた、ミス日本浴衣女子という形で参加させていただくことになりました。私は、私の好きな食べ物はオムライスで、好きなキャラクターはポチャッコです。今日は三重県からここに来たので、皆さんもよかったら三重県遊びに来てください。でそして私の顔も覚えて帰っていただけたら嬉しいです。本日は素敵な、経験、貴重なステージをいただき本当にありがとうございます。短い時間ですが最後までよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、続いては、牧野さん。はい、はい、お願いします。牧野月花です。私はイラストを描くことが好きで、日々毎日イラストを描いてるんですけど、私は今大学生で、はい、大学生なんですけど、将来は有名なイラストレーターになって、たくさんお仕事をするのが私の夢です。今回このミス日本浴衣女子に参加させていただいたのは自分の視野と価値観を広げるために参加させていただきました。短い間ですがよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。続いては、かなさん。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。私の名前はかなです。26歳。普段は OL をしています。今回こういった舞台に立つのは初めてなのでとってもドキドキしてるんですけど、皆さんの顔見たら意外と、緊張してるけどいろいろ喋れそうだなって思って
っとマイクを握るのも本当に初めてなのでワクワクしてます。ミス日本浴衣女子2024応募したきっかけは自分で何か新しいことを取り組んでみようと思ってやったことないことをやりたいと思って始めました。ぜひよろしければ私かなに一票清き一票よろしくお願いいたします。選挙だからね今日ね、はい、今日も選挙なんで、ね、選挙なんでね、はい、ぜひよろしくお願いします。では以上です。はい、ありがとうございました。さあ続いては白崎さんお願いします。はい、白崎ゆりやです。山形県で生まれました。普段は駆け出しの俳優しながら隙間時間に SNS 頑張ったりライブ配信頑張ったりしてます。茶道が大好きで茶道を通じて着物だったり浴衣に興味を持ち始めました。で私はあまり人前にプライベートで出ることがなかったので今回は初めてこういう形で出てみようとちょっと決心して出てみました。よろしくお願いします。はい、お願いします。ありがとうございました。はい、全員に自己 PR していただきました。